ございます。今日はですね、第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギャリーズカップアマチュアチャレンジ2018当日です。はい。やってきました、彩香ちゃん。はい。朝です。朝になっちゃいましたね。寝れました。まあまあ。まあまあです。まあまあ寝れました。今回はなんと私たちがこれから挑戦する模様をリンゴルフが特別にメディアとして撮影配信させていただけることになりました。ありがとうございます。今回ご協力いただける主催の土佐カントリークラブの町田支配人です。はい、よろしくお願いします。土佐カントリークラブの町田でございます。今回第11回の横浜タイヤプロギャリーレディスカップアマチュアチャレンジ2018。最近参加者がちょっと低迷しておりまして、参加者増大に向けてやっていただけるということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらも特別なね許可をいただきよろしくお願いします。ありがとうございます。今回はですね、お二人は競技に出られるのでちょっと解説等ができないのでですね、土佐カントリークラブ所属の前田プロにお願いしたいと思います。はい、プロです。はい、前田光成と言います。コースの特徴とか競技ゴルフの面白さとか、そういうのが解説できたらいいと思います。よろしくお願いします。あやかちゃん、意気込みとかはありますか？もう風が出てないうちにスコアを伸ばして、風が出てきても対応できるような万全な状態を作りたいと思います。はい、はい、私も前半はある程度しのいで、後半ちょっとスコアを伸ばせるように頑張りたいと思います。それでは第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップアマチュアチャレンジ2018スタートします。はい、おはようございます。はい、じゃあ寒いですけど頑張ってください。はい、頑張ってください。お願いします。それでは桂浜ホール1番ホールになります。そうですね。まっすぐ上りがかなりきついんですが、今日は風が左から少し追い風気味の横風ですね。今日はまだグリーンが凍ってますので、打ち上げていくホールのグリーンに対して直接ボールが落ちてしまうと、もしかしたら奥までこぼれていくような、止まらないっていう条件にはなっているので、お願いします。お願いします。それでは、第10組スタートします。最初のティーアップは三枝心さんです。右のバンカーですね。サイドバンカーですね。一番入れたくない場所ですね。で、あこに行ってしまうともうグリーンは狙えませんので、一旦フェアウェイ側へ刻んで3打目勝負になります。三枝心さん、3打目勝負といった状況です。続いて2人目のティーアップは菊池彩香さんです。完璧ですね。段の上に上がってさらに左足上がりのとこまで行きましたんで、今日一番飛んでるんじゃないでしょうか。そうですね。フェアウェイの先端まで行きましたね。はい、それでは三枝心さん、セカンドバンカーからの第2打になります。見るからに前に木がありますんで、このバンカー結構顎も高いので、安全にフェアウェイ側へショートアイアンで出すという選択が無難かと思います。バンカーから安全策でフェアウェイ真ん中。三枝さんのボールからピンが133ヤードの上りですね。で、上りを入れるとやっぱり150ヤードぐらいになると思います。15ヤード以上の打ち上げです。本当もう少しグリーンに近づけたかったとは思うんですが、はい、それでは菊池彩香ちゃん、セカンドショットです。グリーンエッジまでが80ヤード、ピンが13で93、上り込みで100ヤードあるなしですね。もうショートアイアンなんでグリーン少し凍ってますけども、問題なく止まってくるとは思います。はい、ナイスオンです。セカンドグリーン乗った模様です。三枝心さん、ボギーパットになります。第5打目、上りでほぼストレートに近い感じですね。はい、続いて桂浜コース第2番ホールです。まっすぐのロングホールなんですけど、ティーショットでは右に斜面が見えます。ドライバーの飛距離が200ヤード少し、200そうですね、10、20までの距離の方は右の斜面が受けてくれるので、右が広く使えるんですけども、菊池さんのように250ヤード以上の距離があると右も OB がなってきます。1人目のティーアップは菊池彩香ちゃんです。スプーンを選択しているようですね。正解ですね。ティーショット安全に行くためにはこれで十分ですね。続いて三枝心さんです。三枝さんはドライバーのようですね。はい、ナイスショットです。右のフェアウェイ右から、はい、傾斜を使ってど真ん中へ。はい、はい、ランも出てますね。出てますね。はい、三枝さんのところからグリーンエッジまで235ヤードですね。ピンの位置が手前よりは奥め17ヤードだと思うんですが、はい、なんでまあグリーンのそばまで行けるだけ行ってしまってもいいとは思うんですけど。ナイスショットですね。はい、少し右目ですがフェアウェイに止まるかなと思います。はい、菊池彩香ちゃん2打目セカンドです。はい、グリーンエッジまで215ヤード。菊池さんの距離なら届かないこともないと思うんですが、選択はアイアン持ってるので、まあ、手前刻むということですね。ナイスショットですね。ただちょっと結果はフェアウェイ右目なんですが、バンカー越えはやっぱり少し気にはなると思うので、できたら次のショットのこと考えながら、まあ、組み立ててはいるんでしょうけどね、結果右へ行ってしまいましたね。昨日あの強風だからもっとグーグーって感じたけど、今日はまだ視界良好。なんとこ三枝さん、彩香ちゃん、どちらもフェアウェイ右サイド、バンカー越えのアプローチになりますが、グリーンのピン位置、今日は右側ですかね。はい、17ヤードだと思うんですが、これはこのピンの位置は少し手前、ピンの手前にコブがあります。なんでピンのそばへキャリーしてしまったんではピンそばへは止まらないと思います。で少し手前に余裕を持ってランを計算したような形の方がピンには寄っていきやすいと思います。なるほど。下が凍ってたようなんで、アドレスの時に気にはなってたんだと思うんですけど、ね、ちょっとよくスピンがかかってたんで止まりましたね。ちょっと下り傾斜に落ちましたね。完璧ですね。スピンも効いてます。ナイスアウトです。じゃあ菊池さんのバーディートライですね。約5メートル下りの出足がスライス、カップ際がフックライン、スネークラインになってます。だからまあどちらかというとカップ際の方の傾斜を優先してラインを読んでいくはずなんですけど、もうカップ周りにすごい大きなコブがあるので、強気に狙うラインというよりかは少しタッチを合わせながらにはなると思います。イスバーディーです。かなり打った瞬間は強いと思いましたけどね。そしたら外れてたらもう2メートル近くはいっているので、ラッキーパンチではありますね。はい、三枝さんナイスボギーです。はい、それでは桂浜コース3番ホールです。はい、ほぼストレートに近いホールで短い、距離はあまりないホールだと思います。問題はティーショットで右の林に入れないこと、それとグリーンに対してやっぱり手前のバンカーが少し深くなってます。そのバンカーにはやっぱり入れたくないってことですね。ティーショットの狙い目はフェアウェイ左サイド。結果として完璧、ど真ん中ですね。三枝さんはやっぱりもう少し距離も出ないので、左サイドをきっちり打っていった方が傾斜を使いながらもさらに前へ転がっていくというのも使えますね。少しキャリーが出なかった分だけ距離はロスはありましたけど、傾斜を上手に使ってフェアウェイ真ん中に出るわ。3番ホールピーチは手前から12、左から左6です。このグリーンが実は2段グリーンになってます、左手前右奥という斜めの2段グリーンにはなってるんですけど、今日のピン位置は下の段左の段でさほど難しいとは思わないんですが、距離感もこのピンの位置の方が取りやすいです。右の奥へ行くとバンカーがあったりしますので、今日のピン位置の方がバーディーチャンスにはつけやすいとは思います。バンカーですね。顎の高いバンカーでピンに対して傾斜グリーンの傾斜が少し下りも入りますので優しくはないですね。さあ菊池さんですね、ピンエッジグリーンエッジまで75ヤード、上り込みで90ヤードですかね。いいですね。これはピンデッドに狙ってほしいですね。ショータイム持ってますしね。ナイスオンだぞ、ぴったり。ラキなバーディーパット入ったことでだいぶ気分も楽になってますね。距離感を合わすのにフォロースルーを抑えて大きめのクラブでライン出しという形ですよね。いい形で入ったと思ったんですけど、顎が高いっていうのがやっぱり心理的に影響して大幅にダフったということです。2打目がこの逆にダフった分を取り返したくてギリギリにフェースを入れに行って顎に当たって帰ってきた。少し下りのフックライン、カップ際に少しボールが伸びていくと思います。さんのバーディートライですね。4メートルの上りのホールのある位置は少しスライス傾斜があります。でカップ際はほぼストレート。少し、上りの分がやっぱりちょっと打ち切れなかったですね。今日はありがとうございました。第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップ土佐カントリーで行われます。3月9日から11日の3日間来れない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな方のためにテレビ東京系列で放送が見れます。ぜひそちらもチェックしてみてください。バイバーイ。